その問題とは違いますからね。要は国防に関する問題なので、そういうルールが定められてないと、つまり逮捕されても公表しないというふうに判断すれば、それは何のルール違反でもないと、現状はこうなってますので、まあ、そこら辺も大きな課題だというふうに思っています。大臣も把握していなかったということですけれども、大臣の、責任、木原大臣がとどまり続けるべきかどうかについても、来週議論されるべきだというお考えでしょうか。そうですね、当然それは議論になるというふうに思いますし、誰がその公表を通常国会にかからないようにしたというのは間違いないと思うんですね。いろんな不祥事、今申し上げた複数ありますけれども、それをどういうメカニズムで誰が公表を遅らす判断をしたのかというのも大きな争点に、論点になるというふうに思います。国会を開いている時であれば相当突っ込んだ議論ができたし、セキュリティクリアランスにまさにあの法案にかかる問題ですよね。その自分たちですら守れないものを民間に守ってもらう法案を出しているわけですので、そういう意味ではもっと議論が深まったはずですし、問題点や課題も分かったにもかかわらず、あえてその機会を持たせないようにすると。そしてほとぼりが冷めて国会が終わった後、一定の時間が経った後公表すると、こういうようなことがどの段階でどういう意図を持ってなされたのかということは、これからのやっぱり安全保障を考える上でも、国会との関係を考える上でも、シビリアンコントロールの観点からも非常に大切なことだと思っています。文民統制が効いてなかったとすれば、木原大臣は辞任が避けられないというお考えでしょうか。まずはですね、わからないことがこれ多すぎるので、まずは来週の国会委員会でですね、そこら辺を突っ込んで、確認をするというふうに思っています。ありがとうございます。